物静か一番端っこの椅子に腰掛けてとても嬉しそうしわくちゃな目で遊んでる僕をいつも眺めてました一番大好物毎日のようにざるそばばっか食べてた少し不思議でした僕は聞いてみましたそんなに食べてて飽きないのおじいちゃんが言いました心から好きなものなら毎日食べても飽きないよおじいちゃんは5時起きで6時のラジオ体操で僕の止まらない涙を優しく
優しく拭い取るように窓から風が吹き込んだ。もう一度会えるのならごめんねを言って、ざるそば一緒に食べよう。伝えられなかったありがとうありがとう、僕はお空を見上げた。生きることの美しさに、人生の儚さに、今は昔、時は経ち、だんだんしわくちゃな目になってきたよ。そんな僕は愛する人にありがとう、ありがとう、そう伝えています。